新竹にやってきました。そして今日のテーマは久しぶりの台湾を愛する日本人シリーズ。今回は新竹に住むある日本人料理人さんに密着。台湾の食材を使い作られた日本料理は多くのお客さんの心をわしづかみに。今日はたかし部長と一緒にその日本料理の美味しさの秘密を探りに行きましょう。それでは出発です。楽しみですね。ワクワクミュージック。やれやれ、まったくしょうがない。なんあれや、いきなりお嬢様。はいはい、へいへいへい、まだ検体やってるの。はいはい、ちゃんと同時に忘れた忘れた。はいはい、やれやれ、いけないお嬢様。やれ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 だね、本当に。どうもびっくりしたわ。マジ？ということで皆様、たかし部長でございますけれども、本日もですね任務をやっていきたいんですけれども、どうだった今のダンス？この柔らかい腰使い、気づきました。ちょっとリピートしてほしいんですけど、柔らかい腰使いをしてたんですよ。キモい？恥ずかしいんだろ？やれやれ。やれやれ。ということでやってきたのは新竹の南寮漁港。なぜここにやってきたかというと、今日の任務と関係が。ということで、じゃあ今日の任務をね見ていきましょう。はい、こちらでございます。てれん。一日日本料理人の体験。おお、日本料理人、日本人ということで、今日はじゃあ日本人の方と一緒にやるということで、どこにいらっしゃるんですか？もしかして、やれやれ、本当に海の中に誰か知らないけど、どこにいるんですか？え、どこに いないのね。あ、海じゃない。今回お世話になる料理人の勝山さん、皆さん覚えていますか？以前たかし部長が新竹のボラの達人一日体験をさせてもらった時のこと。大量に取られたボラが一気にトラックから流れ出るボラの滝、衝撃的な映像でしたよね。そんなボラの達人の一日を体験させてもらっていた時に知り合った勝山さん。勝山さん、今日もよろしくお願いします。勝山さん、どう、おほらほら、いた、勝山さん。はい、どうも。はい、高橋君、久しぶりです。いや、本当です。勝山大輝さん、新竹でお店を営む台湾を愛する日本人。你好。ダーフさん。ダーフさん、ダーフさん、你好。你是船长吗？不是，船长在那边。啊，船长，船长朋友是不是？对。啊，そうなんだ。郑正斌，宾利号与日海钓船的船长。今朝から釣りをしに行くと。そうです、今からみんなで。はい。なんでこんな朝早く釣りし、暇なんですかそんなに。いや、暇じゃないです今回はあの皆さんの都合に合わせて。あ、そうなんですか。あと、あの波ですね、波とか海の天候を見て、はい、あの行くので、今日はだいたい8時ぐらいからスタートした方がいいって感じ。そうなんだ。はい、お前は出発だ。はい、出発。OK、 出発です。 Let's go。 ということで出発です。初めて船釣りを体験するたかし部長、しっかりとライフジャケットも着て準備万端です。さあ頑張ってくださいね。我们今天要到哪里啊？那要30多米钓吧，30-40米。那大概几分钟会到？差不多一小时多吧。一个小时？对啊。好远哦。嗯。外海，外海，对不对？外海，对对。是外海啊。我第一次这样子的。嗯。对，还蛮兴奋的。哦。有什么注意的事情吗？怕浪大而已。没有什么要注意的。没什么注意的。他感觉很轻松呢，我有一点紧张。さすが海の男たちは肝が据わっていますね。たかし部長、今日はしっかり男を磨いて帰ってくださいね。ということで、新竹の漁港を出発して1時間ほどの距離にあるポイントを目指します。勝山さん、撮影してるけども、僕もう今揺れでちょっと若干気持ち悪くなりつつありますもん。さすが海の男、慣れてらっしゃる。ちょっと二日酔いがちょっと海じゃなくて、海じゃなくて、お酒に酔ってる、酒に酔ってる、酒に酔ってる、酒に酔ってるみたいな。海の男、海の男、海の男、ミュージックスタート。海の男にゃよ。お二人ともテンションが高いですね。
て魚がいるポイントなどはどうやって見つけ出すのでしょう。お話を伺ってみましょう。ここで海の男ダフさんにお話ししたいと思います。ダフ、想问一下哦，你已经做这个大概多久？差不多20多年。二十多年？对。哎，你几岁哦？这45岁了。我刚刚那个这样那个过来这边呢，大概我们已经半个小时多嘛。嗯。所以你们这边停下来的意思，这边有很多鱼的意思。对，很多鱼。但怎么看呢？因为我看着看不出来。这边有那个鱼探机，鱼探机那个亮亮的地方，照射就是那个鱼的地方。啊，そういうことなんだ。なるほどね。这个船呢，平常也是一般客人也是可以这样钓鱼的吗？对。是新竹南寮渔港的宾利号 ，FB 里面查到宾利号就看得到了。宾利号は新竹南寮漁港に停泊してあり、海釣り歴10年の経験値豊富な船長ビッグが舵を取ります。魚の群れを見つけるレーダーなどを搭載していることから、とても楽しい釣りのひとときを過ごすことができます。船釣りをやったことのない方からベテランの方まで、皆さんもぜひ新竹に行った際にはビンゴーと一緒に海に出てみてくださいね。楽しいよ。今船が止まって何分ぐらい経つんですけど、僕もめっちゃ頭今クラクラしてきてちょっと気持ち悪いですね。さっきまで歌ってはしゃいでいた高志部長ですが、なんと船酔いで完全にノックアウト状態に。高志部長、まだ釣りしてないですよ。頑張ってください。起きて。釣れました？いや、ちょっと頑張ってますね今。でもなんか引っかかりあるけど。引っかかりはありますよね。引っかかりがあるんですけど、どうだろう。あ、しかもこの指でこうやって回すんだ。おい、いや釣れましたね。小さいですけど。あ、釣れた釣れた。見て、ほら、すげえ綺麗なやつ。綺麗なやつ、レンコン台ですかね、多分。かわいい。すげえ、さすが。じゃあ後であのこれも食べましょう。食べますか。わ、はい、かりました。今日の勝山さん1匹目です。1匹目です。何匹釣れるか。はい、ここで勝山さんの紹介で船釣りの達人のもとへ。ここで船釣りのコツを聞いてみることに。さすが。はい。我听说你是钓鱼的大人是不是？还好啦。还好，很谦虚哎。哎，那有什么技巧吗？就是船上要钓鱼的技巧。技巧哦。嗯、也因为刚刚你已经有钓到一只鱼嘛。哎。嗯。啊，刚好要下面有鱼啊，鱼有进来啊，这鱼胶。没那么简单吧？如果我这样做也是。勾下去，牵到底。有鱼的话，它就沿着上钩。達人たちからすれば、そこに魚がいるから針を落とせば簡単に釣れるに決まってるということなんですね。さすが海の男ですね。这什么鱼哦？红猫。红猫。石斑鱼的一种。这是石斑鱼哦。对，它长不大，它最大就大概半斤。そうなんだ。对。这已经可以吃吗？可以吃，它在鱼胶石头缝里面。我们钓起来的时候就有压力，所以它的这个胃和脏器舌头都跑出来了。我们现在在40米的深度钓的。哎，そうなんだ。哎，那我也可以试刚刚钓吗？可以，好。ということで、ここで高志部長も船釣りに初めて挑戦してみることに。頑張ってくださいね。OK。现在先把这饵，好，把它放到底。嗯。那个竿头放到底的时候，嗯，线会松掉。哦。线松掉的时候，表示我们的跟铅到底了。我们是钓底栖的鱼，我们今天的鱼种是血雕、盘子、黄鸡、加纳鱼。哦，是最近这个最近的季节的鱼种。鱼种。那这边的深度是大概40米的深度，3米1层楼，这样就到底了。线松掉了。红多的红多的。然后我们要把稍微线把它稍微晃一下。嗯。把它刚刚好紧紧的这样子。这个没有这种那个。那个、这个是牛车轮，我们不是用电动的，这样用的，我们用手的，错了的，这不叫敏感，这叫做老鼠尾，啊，这个钓竿是老鼠尾，所以它很软很敏感，错了，有什么小鱼吃都有动静，哦，它的鱼吃的时候竿头就会哆哆哆哆，啊，错了的，对，等一下你拿竿子的时候，这个手要握好来 ，OK， 这一只拇指头要稍微扳着这边，嗯，中鱼的时候这个手指头，食指或是中指，都可以是两个手指头，嗯，放到这个里面，用这样子转动的。两个是慢慢转动。わかりました。对对对对对对。Golden finger。好。是吗？他笑的啦。他笑的啦。高志部長、あまりふざけすぎないでくださいよ。まったくふざけていた高志部長ですが、なんと開始早々に魚が1頭。好像我有做了。
好，这样吧，慢慢转，哎，看那个杆头有在动的话，表示有重量，有慢慢转。用我的 gold finger 是不是？哎 ，gold finger 来，慢慢转，慢慢转，慢慢转，看着杆子。高橋部長、頑張ってくださいね。逃がさないようにゆっくりと丁寧に引き上げてくださいね。もう少しですよ。好、这样子搬起来、好、拿起来、okay. 这样子、好。哇、すげえ。好。お、お、息がいいね。ほら、つねや、取ったわ。取れました。他那个肚子有什么这个？肚子因为是压力大，海里有压力，所以他那个他的那个肠子跑出来。啊，肠子跑出来，不然就是眼睛会爆出来，或是那胃会吐出来。是哦。对，海底有压力，收线收的时候收太快。哎，ごめん。水圧の関係で魚に異変はあったものの、初めての船釣りをスムーズに成功させた高橋部長。もう少し釣りを楽しんだところで、一行は港に帰ることに。さあ、一体どれくらい釣れたのでしょうか。ということでですね、今戻ってきました。戻ってきましたね。はい、でもありがとうございます。新築で一番すごいあの有名なここですね。那今天呢，我们钓到几个鱼哦？まあ大部分那个阿子哥钓的。算是多吗？我们钓一下子算很好了。对。我们今天钓的大概一个小时左右吗？一个小时。那这样算是蛮多哎。はい、まずで調理して食べましょう。イエーイ。お前やばい。今天谢谢。ありがとうございます。谢谢。アーズー君、そして船長さん、どうもありがとうございました。船釣りを終えたところで、続いてお二人がやってきたここは、続いて風山さん、はい、僕たちやってきたここは、はい、ここはですね、あの、はい、一応ですね、網漁なんですね。網でこう引いて魚を取る、はいはい、さっき言ったところは釣りだったじゃないですか。そうですね。今回ちょっと網漁のところに、網でまた魚取るんですか。またはい、魚仕入れに行きます。今からまた魚仕入れに行く、はい、網で、はい、お、ちょっと楽しみ、はい。船釣りを終えたばかりにもかかわらず、再び魚を仕入れに行くことに。你好。ここのあの老板です。あ、老板、老板、你好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 。T シャツ这边是什么？用丸子来钓鱼。大量に魚が取れる網ってどれだけすごいの？像我们定制网，它是属于是从日本那边传过来的一种鱼法。我们就是长时间会固定在海上。定制网做这种抓鱼方式也是在。国际非常认同的一种抓鱼方式，也是属于非常友善的抓鱼的鱼法。像我们啊，本身网子的大小由五寸到慢慢的缩小，所以啊，假如小鱼刚开始接触到我们的网子的时候，小鱼甚至都会逃跑掉。哦，还这样子的话，才可以做到一个有序，还让小鱼都还有机会可以生存。我们定制网。抓鱼它是不会放饵料，不用放小鱼，完全就是靠着天气风浪把鱼群带到我们的网子里面，来之后会顺着我们的圆网来进入到我们的大网里面，所以它是完全属于是天然的。跟台湾有一些地理，例如像双星石户，这是用石头去砌起来的方式，这种方式也是定制网的原本的形状，还是到后面我们的日本人慢慢的去把方式研发成可以放在比较深海的地方。そうなんだ、なるほどね。環境に優しいですね。環境優しいですね。すごい、それも。假如有要小卷的话，看要不要先拿个号码。拿个号码。对。啊，所以现在还没卖哦。还没开始，还没开始。啊，难怪，因为就是因为没有人，然后也是没有鱼嘛。对，因为我们在 FB 跟 LINE 上面都会公布我们今天卖鱼的时间。哎，そうなんだ，好特别哦。每天不一样吗？每天都会，时间都会不一样。啊，そうなんだ。因为我们这边退潮的时候没有水了。船会出不去，咚咚咚咚。所以我们就是要当天出港，当天抓鱼，当天卖鱼。我们这边大概中午12点的时候，我的号码就会写好放在桌上。还有想要买花枝、卵丝那种头足类的客人，他们就会先过来拿号码，就像是在排队的意思一样。整理番号でもあるシールを取ると、ここでオーナーさん、こちらで普段から販売している魚の種類を少し見せてくださることに。見るからにどれもとても新鮮で生きがいいですね。
とまだ時間ありますけど、何しますか。じゃあお腹減ってないですか、赤ちゃんの方は。お腹ちょっと減ってますね。じゃあちょっと食事にしましょうか。行きましょう。食事に行きましょう。食事に行きましょう。イエス。CM の後、外国人も絶賛な中豆腐のお店へ。あ、これマジでうまい。ですよね。マジで美味しい。我们都在挑这么大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。続いてお二人がやってきたのはこちらのレトロでおしゃれなお店。一体何を食べるのでしょうか。啊，艾迪，嗨，你好。今天是我的好朋友带过来这里。你们店现在很时尚，很欧式的，感觉披萨或者是什么意大利。对，看起来很像比较 fancy、比较现代感的一个产品，但是我们其实做的是一个很传统的台湾小吃。とってもおしゃれな雰囲気のオーナーさん、カフェっぽい店内ですが、伝統的な料理って一体何なのでしょうか。楽しみ。そうでしょう。はい、来ましたよ。全部だな。これ、はい、豆腐吧。臭豆腐。はい、そうです。我们那么开心。我们我们让外国人吃臭豆腐都很开心。不一样，真的不一样，对不对？对我先跟你说，我其实是臭豆腐是。还不太习惯，我知道，我知道，日本人没有习惯吃臭豆腐，可是还好啊，你喜欢吗 ？OK， 很喜欢，他很喜欢，对，喜欢，他很喜欢，越做越喜欢这样子。我已经台湾人了，真的。我们是传统的发酵的臭豆腐，但是我们用创新的呈现方式。这个是番茄沙沙，对，但是是用我的食谱去做的，所以跟你在外面吃到的沙沙味道也不太一样。来，干杯，干杯，干杯，耶！干杯。食べてみたら分かります。全然味が全然違うんだよ。普通の豆腐食べてるような感じです。え、好吃。一口咬就会有那个番茄的香气，然后慢慢会有那个臭豆腐的那个臭味，对对对，会有那个微微的辣辣。对，我觉得很一点点。我们的发酵方式是用苋菜跟中药材，所以臭豆腐的。它那个发酵的对你们来说是臭味，但是它相对会比较优雅。我们虽然是创新的呈现方式，可是味道上一定是会让你想要再吃。这个是马铃薯，哎，不是不是，那你们是台湾很有名的水果，凤梨吗？对，凤梨，凤梨。まさかのパイナップルが上に乗った臭豆腐、全く味の想像ができない組み合わせですが、それってどうなの、高橋部長？啊，これマジでうまい。ですよね。マジで美味しい。那个凤梨的酸味啊，怎么会这么打这个臭豆腐的？台湾的凤梨啊，季节到的时候，其实它是很甜感很重的，所以我加一点台湾的剥皮辣椒，所以会甜咸甜咸的，所以它吃起来清爽，可是又不会说哦，好像没有味道，甜甜的怪怪的。マジでうまい。而且你们酱料是其实练的很多嘛，对，因为还是外面脆脆，然后里面是嫩嫩的，真的很好吃。続いてはなかなか普段見かけない組み合わせですが、どんなお味なのでしょうか。客家酸菜猪脚肉。我妈妈是开客家餐厅的。其实我客家菜很喜欢，因为是重口味嘛。对，没错。像日本料理，蛮有一点像，很下饭这样子。味付けが濃い八花の味ですが、臭豆腐との組み合わせはいかに？うま。这个三面的这个很芒酱料真的很好吃，很提味，对不对？就酸酸辣辣的，然后又很脆脆，炒了很多的姜嘛，因为酸菜是腌制物，所以其实它蛮咸的。但我们把它泡制成我们想要呈现的那种清爽感，而且它里面就是臭豆腐里面都很嫩，对不对？对，都有吸到臭豆腐里面，所以一锅油就那个酸的味道就爆汁。这个怎么会想吃这种东西？因为真的很搭哎。因为臭豆腐的发酵啊，是我姑丈的手艺，他的发酵的手艺已经100年了，所以我现在在做传承啊。因为我本来是做意大利菜的，是这样的。对，所以你可以看到有一些餐点的风格是有一点西式风格，西式风格。对，那我妈妈开各家餐厅嘛，所以从小可能就在餐厅里面长大。所以长大之后学了西式料理之后，就把它做一个结合，然后做一个创新的呈现方式。就很希望外国人也可以
感受到臭豆腐的美味。嗯，なるほどね。嗯，这个真的是我会跟日本朋友会推荐。如果是日本朋友不喜欢臭豆腐，我会带来这边。真的，真的，真的很好吃。嗯，那我参考了。好，你好，老板，老板，老板也谢谢你。不会，不会，谢谢。美味しいオリジナルな臭豆腐をいただいたところで、先ほどの魚市場へ戻ります。戻るとすでに多くの方が来ていて、とっても賑わっていますね。すごい人ですね、戻ってきたら、ね、はい、これ今から始まるんですか。今から始まる。さっきあの番号取ったのが、はいはいはい、あのイカとか類をちょっと今から番号取って、今からあの番号呼ばれるんで、それでまあどんどん一つ一つ取っていくみたいな。ちょっと参考、はい、始まりましたよ、始まりましたよ。号码飘逸来到，来接哦。啊，こうやって順番に買っていくんですね。僕ら確か三四五。三三ですね。じゃあこれこれどうぞどうぞ。はい、これですか。整理番号の順番に先に目星をつけていた商品を選んでいきます。今日はイカを買ったそうですよ。なんでこれ、これなんですか、上のこれ番号。これあの値段ですね。あ、これが値段なんだ。ほら、でこれ見てもらうと、これほら触るとほら。生きてるんですよ、ほら。あ、本当だ。あ、色が変わった。はい、もう一回ちょっと触って、はい。色が変わりましたよ。タカちゃんも触ってみて、ほら。ほら、色が変わって、はい。めっちゃ色変わってる。生きてるんですよ、生だから。新鮮なんです、生きてるから。あ、これが新鮮な味なんですか。はい、これ生きてるんで、まだ、はい。そうなんだ。はい、取れ高によってその日に買える魚も変わってきますが、新鮮でとっても美味しそうな海鮮が揃っています。私も買いに行けるのかな。普通に僕みたいな一般人も買いに来ていいんですか。もう買い、もう全然もう一般人です、これ。もう一般ピーポーです。一般ピーポー。一般人です。はい、一般ピーポー。そうなんですね。ちょっと値段は高いんですけど、はいはい、あ、高いんだ。ちょっと高いんです。ただまあ新鮮でいいもの食べれる。そうです、はい。あ、それは熱いですね、はいはい、やばいわ。なんでまああの生きてるものはもううちが買ってって感じで。これ後でまた2時ぐらいから魚の、はい、入ります。いよいよ魚の販売開始です。こんな魚の販売の仕方はここでしか見られない特別なものなんですよ。あ、ブラジャー、ブラジャー。あ、ブラジャー来ました。ブラジャー、ブラジャー。ブラジャー、はい。ブラジャー。ブラジャー、ブラジャー、ブラジャー。ブラジャー、え、ブラジャー。ブラジャー、ブラジャー。ブラジャーですか。準備してる気なんですよ。ブラジャーでしょ。はい。ブラジャーで。ブラジャーなんですか。はい、なんでブラジャー言ってるんですか。あの一応準備してって、あのインドネシア語で準備準備っていうことで。あ、そうなんだ。はい、こっちじゃないですよ、ブラジャー。インドネシア。インドネシア。ステンバイ。あ、ステンバイ、ステンバイ。ステンバイ、なるほどね。ブラジャー、ブラジャー。ブラジャー、ブラジャー。オッケー。はい、時間か。準備ですか。すごいすごい。さあ、いよいよ過激な魚の販売のスタートですよ。うお、ここから、ここから戦闘態勢、戦闘態勢、戦闘、すいません、押し合い、押し合いです。これです、はい、注意安全の、やば、社長がもうここで、あの、気をつけてくださいって、はい、怪我しても知りませんみたいな、はい、弱肉強食じゃないですか、はいはい、マジで、はい、ものすごいっすよ、はい、見てください、はい、ほら、もうみんな押し合いしまくって、すごいです、はい、もう遠慮なしっすよ、はい。遠慮なしの魚の奪い合いいかがでしたか。私も初めて見て思わず息を飲みました。こうして競り合って手に入れた魚、勝山さんはお客さんに一番おいしい状態で食べてもらうために、市場の隣で魚の血抜き作業を行うそうなんですよ。料理のおいしさの秘密はこういうところから来てるんですね。はい、これは血抜きするってことですけど、なんで血抜きするんですか、そもそも。ですね、血抜きと、はい、神経締めした方が、神経締めですね、うんうん、した方がお魚の、はい、なんだ、身がすごいキュッとして引き締まって、あの保存も効くし、あ、やっぱ歯ごたえ、食感にも変わってくるんですね。あ、そうなんだ。で、うちはあの熟成するので、はい、ちゃんと血抜きをしっかりしたら腐っちゃうんですよ。あ、なるほど、ね、はい、めちゃくちゃ大事な作業なんですね。そうです、はい、じゃあこれ一回ここ持って、なんかちょっと魚がこれすごい危ないみたいなんで、もう大スターが、いや、大スター、違う、本当にやめて、本当にもう、コントローラー怒ってる、怒ってる、怒ってる、ちょっと早くしろって、遊ぶなと、はい、うわ、すごい跳ねてる。まずですね、神経締め、まああるもので、はい、あるものでいきますね、ここ。うおー、はい、ここやると、はい、こうやって色が変わるんで、ほら、一気に変わった。色が一気に変わる。色が一気に変わっても神経して動かない。ここから次に、ここ、ここ切ってあげる。ここ心臓のとこなんで、血が出ます。あ、そこ心臓にあるんだ。はい、血が出るんで、ほら。あ、本当だ。血が出てきますね。はい、で、ここ。次ここをちょっと切ってあげる。うわ、もうあっという間、はい、でここで血が、もう血の量、全部血が流れる領域をいって、はい、まあ、あとは本当はこう、ここ削ってあげて、鱗のこれを、はい、
なぜかというとですね、はい、あの新鮮な時にフルコ処理、内臓処理は絶対した方がいいんですね。あ、そうなんだ、はい、そして腐っちゃうとか。腐っちゃう、はい。いやすごい、あの、はい、手際よくやってるけど、はい、全部すごいそのポイントをしっかり押さえてやってるから、はい、俺がやったらこんな簡単にすぐできないっすよね。できます。スターは何でもできる。もうね、今日ずっと言ってんの、はい、もうあのカメラ回ってないとこでもずっと言ってるんですよやめて本当にもう買っちゃう恥ずかしい。それ正直どれぐらい修行したんですか。これはもう魚の料理はもう大体8年ぐらいやってるんですかね。もう、はい、もうすごい、もう達人ですよ、はい、本当に。さすが職人さんですね。手際よく見ていてすがすがしいです。でも私血抜きなんてできないけど絶対やらなきゃいけないのかな、怖いな。これ血抜きっていうのは皆さんここ来たら自分でやるんですか。いや、しないです、僕だけです。あ、そうなんだ。僕だけですみんな持って帰って持って帰って、はい、血抜きなんてしないですよ。あのプロじゃないんで、プロっていうかその本当の魚を扱うあれじゃないんで、はいはいはい、一般の人がやるんで、はい、それはないですね。なるほどね。できないと思います、はい、あ、だからもうこれはやっぱプロがでしかできない。うわーすごい。わ、何これ、卵ですか。卵です、はい。なんかこの肝臓で、あの肝で。これも食べれるんですか。これも食べれますね、はい。そうなんだ、はい。でもちょっと今日はですね、時間、まあ時間とあれがあるので、はい、一回これはまあ捨ててですね、はい、こうしてもうほんとあっという間に。え、でこうしたらですね、ついた、はい、こうしたら次、うん、ここね、まあこの海の水でこうやってやってですね、はいはいはい、あ、これ海水なんですか、はい、冷やしておきます。で終わりです。あ、終わり、はい、うわ、あっという間ですよ、はい、あっという間です。もう今だって5分話しながらやってたけど5分ぐらいで終わって朝から魚を仕入れてきたお二人、ここからは勝山さんのお店の近くの行きつけの市場で魚以外の食材を仕入れることに。しかしこの後市場で完全に台湾人化した勝山さんの本性が明らかになりますよ。あちゃん、はい、続いては何をしに、ですね、はい、ちょっと市場に、近場の市場ですね。市場、はい、あ、本当だ、まあ、ちゃんとの市場で。そうです、はい。なるほどね。かなりローカルすぎるんですけどね。ね、ちょっと待って、これ、はい、なんでこれ、え、ランバイ投資じゃないですか、はい、これはもうあの台湾のランバイ投資で。いや、間違いないです。ウェイあれ、電話にもなる電話にもなるということ、はい、あれ、もうすごい、バイクがすごいね、はい、バイクがすごいですね、はい。え、これ手に持ってるのもそうですか。そう、今日はあのタカちゃんにプレゼントするのと思って台湾のマジですか、はい、超高級ランバイ投資を。そんな好きなんですか、はいはい、ランバイ投資。じゃあ僕も今日これ履いて、履いていただいてめっちゃ気持ちいいですから。え、でも俺も、はい、あの、あ、ありがとうございます。僕も最初台湾来た時の時履いてましたよ。あ、本当ですか、はい、すごい、あの、はい、履きやすいですよね。履きやすいです。好きなんですか。好きです。あ、好きです。いや、これマジで好きなんだ。好きなんです。これからこれでランバイ投資でションディー、はい、いいですね、ランバイションディー。ちょっと市場に買い物行きます。行きましょう。勝山さん、本当にとっても優しい方ですね。お二人とも似合ってますよ。この市場でよく買い物してるってことですね。そうです、はい、あの3時4時とか夕方までやってるので、普通の市場だと朝閉まっちゃうじゃないですか。昼間に閉まっちゃいますよね。そうそうです、はい、確かに確かに。今日ちなみに何買うんですか。いや、今日は何か、トカちゃんの好きななんか野菜は何かあります。あ、え、何、そういう感じなんですか。はい、そういう感じでフリースタイルな料理をと思って今日は。お、すごい嬉しい、はいはいはい、でも僕結構、はい、あのピーマンとか好きなんで。あ、ピーマン、ね、苦味があるやつ結構好きなんで。そうしましょう、チンジャオロースでも行きましょうか。あ、いけんすか。はい、マジですか。ということで、お二人は勝山さん行きつけの八百屋さんに行くことに。あら、この辺野菜売ってますね。そうです、やってます、売ってますね、うん、ここでよく買うので。あ、そうなんですか。お店さんになる、はい、ありがとうございます。タカちゃんがさっき食べたいって言ってたものがあるので。そうですね、これにしましょう。ピーマン。あ、ピーマン、はい、ありがとうございます。ピーマン、はい、2個ぐらい行きましょうか。ピーマン、はい、これ行きましょう、はい、ピーマン、すごい綺麗ですね。へんしん、へんしんしんは、はい、へんしんしんは、これ、じゃあこれ2つ、はい、はい、ピーマンと銅眼を購入する勝山さん。すると勝山さん、ここで思いもよらない行動に出ます。どうされてんの。パス怖い。パス怖い、はい、うわーってどういうこと。 CM の後、勝山さんがまさかの行動にスタッフも大爆笑。今晚你有空来开房吗？挑战吧大神麻将手游即刻下载。诶，对了，还有台湾好吃鸡有 IG 跟 FB， 也欢迎大家的追踪跟安个赞哦。パス怖い。はい、うわー、うわー、
ってどういうこと？ちょっと高いですね。え、そうなんですか？ニューサティア。まあ、三十怖い。三十怖い。三十怖い。嘘でしょ？危ないや。多少钱啊？给你50块的啦。好了好了好了 ，OK 的哈。OK OK 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 好。好。ネギリするんすか？カツヤオさん。どこでもネギリします。マジで？デパートでも。デパートでも。はい。はい。我们一定会到处都有杀价的人呢。Yes。台湾就像台湾的欧巴桑啊，好像买东西就一定要杀价。欧巴桑，欧巴桑。没有杀价，好像。喂。哈哈哈哈哈。对，他就是这样子啊，我们都知道了。哎，对对对对对对。都很爱色的，对。哎，认识很久了，认识很久了，对对。百貨店でも値切りをするという勝山さん、面白すぎます。それだけここの方に愛されている証拠ですね。次は何買いますか？次は、ですね、はい、ニンニクを買おうかと思ってまして、はい、チンジャオロースなんで、はい、まあ、あとちょっとニンニクで香り付きを、はい、ニハニハラオバニャンです。ラオバニャン、ラオバニャン、はい、あ、ここも行きつけなんですか？行きつけです、はい、アニマル料理ですよすごいっすね。ここはもうみんな友達なんですね。みんな友達なんで、はい、これ毎日こうやって彼女こうやって手でこう剥いてるんですよ、ちゃんとこうやって。え、すげえ。普通だと機械でね皮剥いちゃうんですけど、こうやってちゃんと丁寧にこうやって仕事をしっかりこうやって綺麗にするんで、ほら。你这个不是幼稚だね。才会那个吗？这个。这个带着这个才不会痛。啊。啊，没有会痛哦。不然会痛。啊，そうなんだ。啊。じゃあこれはね。これあの、はい、愛で剥いてくれた、そうですね、この愛のニンニクで。愛で剥いてくれた、ちょっといやらしいけど、愛ガーリックでちょっとなんかクイッツアイ、サメダズイシャーマン、ピエンピエンゼラネイス。あ、オッケーオッケー、ハラハラハラソニーハラハラシェー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 ラ、あ、はい、シェシェ、はい、嘘でしょ、はい、マジでまたちょっと2合目にもらいました。すごいね。これサービス、サービスで、はい。ラファニャン、シェシェ、僕はいいっすよ。シェシェ、シェシェ。オーナーさん、一袋無料でプレゼントしてくださるなんて、本当にありがとうございました。あ、なんか買うものあるんですか？そうですね、あの、今日はまた、ちょっとまた特殊な食材を買おうかなと思っておりまして。はい、ニハオ、ラバ。はい、先生、ニハオ、ニイティンドピエライロ。そうです。スッポンです。今日の食材は、本日の食材はスッポンになります。え、待って、市場にスッポン売ってんすか？はい、売ってます、スッポンです、はい。吃的吗？え、是吃的。吃的。え、料理用。まさか食べるためのスッポンが売られているなんて、私も初めて見ました。普段見かけないスッポンに、高志部長、興味津々。これ、どこ持つんですか？ですね、はい、お尻を、こう、お尻持てば届かないんで。あ、なるほど。そうそうそう、お尻持ってもらえば。お尻持てば。ごめんね、うわ、気持ち悪い。なんかぬるぬるしてる。ああ、でも、そうでもないよ。そう、そうでもないです。ほら、そうでもない。意外とそうでもない。はい、別に本当に亀と変わらない。亀と変わらない。はい。あ、ラバン、这个是从哪里来的？这台湾南部乡下，人家去抓的，野外的。人家去抓的。嘿。そうなんだ。那你刚刚我拿的那个是大概多少钱？大概400块台币左右。そんなもんなんすね。はい。もっと高いイメージがあって。なんですけど、よく日本でもスッポン料理結構高いじゃないですか。高いってイメージ。だけどこっから処理するのに何時間かけるんですよ。あとそのいろんなあのまあ技術ですよ、テクニックもあるので、あとスッポンだけじゃなくて他のまあ薬味とかいろんなものを混ぜて作るので、やっぱ高くなっちゃうんですよね、はい、コスト的に。その技術を持ち合わせてるのが、あ、僕です。勝山、はい、僕です、はい、見てこの笑顔僕です、もう自信満々のこの笑顔、はいはい、これにしましょうか。はい、坂間、つうかこれで、ちょっとこれにしましょう。じゃあこれでいきましょう。あ、それに入れてくる。ガチでやえ、かわいい。おしゃれ、ちょっとおしゃれ、おしゃれ、かわいい。こうやっておしゃれにこうやって、はい、なんか昔流行ったじゃないですか、台湾のあの、そのね、ガジデアの LB、はい、そうなんだ。え、これちなみにこっち他何あるんですか？あ、見ましょう見ましょう。これもスッポン。え、ちょっと待って、ウソ。うわぁ、マンタツーだね。すごい、これはすごい。うわぁ、ちょっと気持ち悪い。めっちゃお、あの、ユンリンで食べたんですよ、私。もう丸々この見た目のやつを。あ、すごいですね。以前ユンリンベイガンにロケに行った際に、たかし部長が食べたカエルのスープ、たかし部長ビビりすぎてずっと震えてましたよね。今日もカエルのスープなんていかがですか？这个也是台湾南部，这个是养殖的，养殖吧，你可以拿起来吗？哦，すごい。でか。お腹がすごいですね。あ、可愛い。どうですか、家で飼ってみたら一匹。いや、大丈夫します。ちょっと飼いは僕ちょっとあんまり得意じゃなくて、実は。じゃあ買いましょう、じゃあ買いましょう。多少钱呢？410。410就好了，老板。
好啦，就拍节目，对。すごいね。オーナーさん、本当にありがとうございました。勝山さん、台湾人より台湾人かもしれないですね。あれ、これはちまきですかね。はい、先生、先生、你好。はい、欢迎、欢迎。好吃的粽子。哎，对，快快那个啦，那个端午节是不是？是，请尝一个看看。哎，真的吗？真的，真的，真的，特别特别。マジ？え、免費でしょ？请你吃，特别请你吃。ここの市場の方どれだけ優しいんですか。私もこれからここで毎日お買い物しようかしらなんてね。本当に美味しい。あのなんかもち米だけどすごいネチョネチョしすぎてない、程よい噛み応えですね。手にもぐちゃって潰れてなくてすごいあの味がしっかりついて美味しいですね、はい、味付けしっかりしてますね。美味しい美味しい、すごい美味しい。油も全然ないですし、はい、すごい美味しい。你们是开了几年？啊，我们已经老店的。阿妈，阿妈好，对对对对。阿妈，阿妈，めちゃくちゃ元気。哇，阿妈まず作業してるよ。阿妈好，哎你好，你好你好。阿妈，阿妈你是第一代啊？第三代了，你已经三代。啊啦，你不是阿妈是第一代，阿妈第二代。皆さん、ごちそうしてくださり本当にありがとうございました。感謝です。いやでもすごいですね、勝山さん。いやいや本当に。もう新宿の大スターじゃないですか。本当にもう。大スターじゃないですよ。もう大スターの先輩ですよ。おじいちゃんとおばあちゃんのスターですよ、ね。おじいちゃんおばあちゃんのスターということで、僕ちょっともうちょっと食べたいなと思いまして。あ、じゃあちまきもう一個食べましょう。いや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 、もういい、もうちまきはもらった、もらったもらったもらった。かなりもらいました、ね。そうそうそう、あのほら今日いろいろ魚も釣ってきてね。そうです、はい、あとで。もしできたら、ね、あの勝山さんのところで。そうですね。そろそろ調理できたらで。行きましょうか、じゃあ。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。さてここからは勝山さんのお店にてまずはすっぽんの処理を行うことに。ということでこれからですね、お店に帰っていくからすっぽんを勝山さんに調理していただきたいと思います、はい、お願いします。あれ服変わってる、はい、服変えましたちょっと、はい、ちょっとどうあの今日チンジャオロース作るんで、はい、ちょっとチャイニーズ風に。ああそういうことのチャイニーズ風にテーマごとに合わせるすごいっすね、はいはいはい、まずすっぽんの処理から始めますね、はい、台湾でもすっぽん鍋ってあまりないと思うんですよね。台湾だとあのすっぽんはあの三平今日はあの旬なんですよ、もう時期なんで。あそうなんだ、時期なんで、はい、僕ちなみに多分すっぽん人生で初めて食べるかもしれない、はい、初めて。あじゃあちょうどよか、はい、いいですね、僕の初めてを勝山さんに、はい、本当ですか、はい、ありがとうございます。ちょっと僕興奮しちゃった。興奮してきちゃった。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。はいはい、ます、 すごい怒ってる。いやそらそうなるよ。そうなりますよね。ビビるよ、こんなにカメラもあってさ、はい、このライトアップされてて。でこうなった時ですね、こうはい。でここを引っ張って。こうはい。でやりますね。でここをこう。ここで勝山さん、取れたてのすっぽんの血と日本酒を混ぜて試飲させてくださることに。どんな味なのでしょうか。あ、でも臭みとか一切ないですね。一切ない、一切ないです、はい、なんかちょっとまろやかな甘さっていうの、これ日本酒の甘さですかね。日本酒の甘さですね。あ、じゃあ全然大丈夫だから、はい、日本だったらこういう感じで飲むっていう形、はい、ここで今回の企画スタッフも一口飲むことに。美味しいの？日本酒、そうそう、うん、日本酒、そんな味はね、そこまであれだから血の味は全然しない。そうそうそう、とても貴重な飲み物ですね。私もちょっと飲んでみたいな。わ、まだ生きてるかな、はい、ここからまあこうね、すっぽんを。勝山さん、これ自分で学んだんですか。さあ、もう僕修行時代にもうこれは、はい、やることなんですね。やることなんで、はい、やっぱあの割烹料理とかやっぱそうしてもこれやらなくちゃいけないんで、まあこうやって手際はすごいいいんですけど、はい、やっぱこれちょっとなかなか僕らほら一般の料理しない人間からすると、まあ、そうですね、なかなか見られない貴重な映像だと思いますよね。普通の映像なんだろうけども、はい、ショッキングな映像が続くため皆様しばらくこちらの高志部長のリアクションをお楽しみください。すっぽんの処理を終えるとさあ続いては魚をさばいていきますよ。これですら僕ら一般人できないですからね。こんな綺麗タカちゃんならできますいいもうタカちゃんならもう言わなきゃ大スターで絶対できますもうやめて恥ずかしい。後で知ってみましょうか。そんなことないですよ。恥ずかしい。手際よく魚をさばいていく勝山さん。ちなみにこちらのお店の魚はなんと骨も一本一本手作業で抜いているそうなんです。このこだわりこそがお客さんを引きつける秘密ですね。一個一個そうやって取るんだ、はい、わあ、でもやっぱすぐピッ
え、見えないですけど俺骨。あのもうこれあの感覚で感覚はい感覚でマジ、はい、これはもう熟練の技っすよね、はい、そうですね、まあ、まあ慣れですよね、はい、もう僕多分すぐできないっすよね。できますよ。やってみますか。やってみましょうよ。やっぱトライしてやってください。たかし部長も挑戦してみることに。意外と触るとすぐに骨の場所が分かるそうですが、そんな簡単に骨って綺麗に取れるの？そうそう、うわ、さすが、さすが大スターだから。やめて、もうやめて、本当もやめて、本当もやめて、本当にもうCM の後、リピーター続出の絶品日本食をいただきます。ほんとめちゃくちゃ美味しい。今晚你有空来开房吗？今晚你有空来开房吗？我们都在挑战吧大神 APP 一起开房插花碰碰红等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道并开始小铃铛哦。こちら用意していただきました、はい、ありがとうございます、ね、はい、勝山さん、はい、今日朝から仕入れた食材ですね、これだから今日のオリジナルってことですね。そうですね、今日だけしか食べれない、はい、もうタカちゃんのために作りました。タカちゃんスペシャル、スペシャル3時間ぐらいかけましたからね。あと請求書回しておきますからね。まずお刺身からいきましょうか、はい、イサキですね、させていただいた。あと今日これイーラン、はい、イーランから届きたあのカツオです。本カツオ、たたきですか？たたきです、はい、うわ嬉しい、いただきます、はい、どうぞ。ちょっと一旦わさびなしで、はい、うまい、わすごいっすね、魚の甘みすごいっすね、はい、え、しかもなんか醤油も、何これ、ちょっと、はい、なんか何が入ってるんですか。これ発酵させてるんですよ、あの昆布とかのカツオだしとかあのいろんなあの煮干しとか、うん、貝柱入れてもうそれをずっと発酵させて、なるほどね、すごいす、食材の香りがすごい引き立つというか、そうです、はい、めちゃくちゃうまいっすね、はい、これカツオのたたき、はい、そうです、今日はもうこんなでかいカツオ仕入れてですね。あ、そうだったんですか、はい、え、知らなかった。これをですね、これ自家製のポン酢ですね。あ、自家製のポン酢、はい、これまたちょっと薬味入れて食べていただければ。わかりました、はい、これ和がらし、自家製の和がらしです。和がらし、ポン酢で、あらららポン酢でお召し上がりください。美味しい、もうめっちゃ日本料理超好きなんですよ、カツオのたたき。いただきます。はい、面白い、はい、新ナンバーワンですよ。味が全く喧嘩してないですね、正直こう、はい、いろんなこうほら味が混ざってるじゃないですか、まはい、全然喧嘩してなくて、はい、すごい調和取れてますね、はい、じゃあ次はですね、新築のあるバオさんっていうところで取れた無農薬のタケノコなんですよ、取れたてです。え、これマヨネーズつけちゃっていいんですか。つけちゃってください。上醤油ですか。はい、醤油マヨネーズで、はい、ちょっとこれでちょっと日本っぽいですね、醤油マヨネーズがさすがに、はい、ちょっと行ってみてください。いただきます、はい、蒸しただけですよ。で、噛めば噛むほど、あ、これ蒸してあるんですか。蒸すだけです、蒸しただけです。なんか水分すごくないですか。はい、で、あと甘み、甘みがそのまま食べてもらっても甘いんですよ、もう何もつけずに。ほんとめちゃくちゃ美味しい。あ、今が時期、もうほとんど今が時期のもの、時期のものってですよね、はい、だから、はい、じゃあお魚ですか。お魚、はい、はい、これ今日取ってきたものですね。あ、今日取ったやつですね。ハタですね、ハタですね、はい、いただきます。はい、これなんかソースはあれなんですか、はい、特別な。ソースはもう自分たちで作ってる。僕も食べていいですか、ね、もちろん無理よ、もちろん食べましょう、一緒に。何のソースこれ、めちゃめちゃ美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しい。新築の海鮮美味しいんだやっぱ。いや本当そうですね、はい、しかも面白いのが、はい、台湾の食材で日本料理風のものを作ってるから、はい、この台湾と日本のミックスが面白いですね、はい、そうです、はい。続いては先ほど市場で買ったピーマンを使用したチンジャオロースです。味付けは勝山さん特製のものを使用しているそうなんですよ。うん、美味しそう。うまっ、うまいですね。やっぱ中国食材とかめっちゃ食ってるじゃないですか。めちゃくちゃ美味しいですね、はい、ちょっとやっぱちょっと違うチンジャオロースで、そうですね、普通のやつとは、はい、さすが勝山流ということで、はい、ありがとうございます。次行きましょうか。じゃあうなぎですね。これ台湾のうなぎ養殖協会の会長があの養殖してるうなぎになります。あの山形の新鮮なあの山椒になります。ありがとうございます。ちょっとまああれですけど、すごいいい香り、山椒めちゃくちゃいい香りですね、はい、そうです、はい、うなぎもすごい品質が良くて美味しい。うわ、うなぎのお肉ちょっと見ないな、この肉のうなぎの脂身とこのお肉がすごい程よいですね。そうです、めちゃくちゃ美味しい、厚さがすごいですよね。うん、すごい。どうすか、うまい。何点ぐらいですか、自分で。うまい、自分に甘い。次はですね、すっぽんぽんですね。よくこうすっぽん鍋、丸鍋って言うんですよ。うーん、丸いから。あ、そうなんですね、
すっぽんとスーパンユーが一緒に煮込まれたこちらのスープ、日本では高級食材でもあるすっぽん、そのお味は一体どうなのでしょうか。うわ、美味しいわ。ありがとうございます。本当に美味しい、はい、本当に美味しいの一言、本当に。でもなんかあれですね、濃すぎずそうです、こう嫌味がなくて、はい、すごいあっさりしてるんで、そうです、薄味にちゃんとまとめて、はい、で、すごい飲みやすい。すっぽん自体の出汁がやっぱ美味しいので、あ、これやっぱすっぽんの出汁なんだ、はい、だから崩していけないようにやっぱそのゆっくり炊く感じだから、やっぱり1時間2時間ぐらいかかっちゃうんですね、やっぱり時間的に、はい、手間暇かけて作ってくださって、はい、ありがとうございます。でも本当に美味しかったんで、ちょっと引き続きまたいただきたいと思います、はい、分かりました。こちらお店もう何年ぐらいになるんですか。6年ぐらいですね。6年ぐらい、はい、あ、もう結構長いんです。ちなみになんでこう新宿に今住まわれてるんですか。あ、まあ、ちょっと今回縁がありまして、はい、まあ、新宿のにこう来たんですね。あと、まあ、新宿結構まあチルなんで、まあ、結構なんだろう、ハッピーな感じなんで。なるほどね、まあ、あとみんなもよくしていただいてるし、はい、新宿にあの山もあれば海もある、あ、なるほど、大自然があって、はい、常にあの食材も、なるほど、ね、いい食材が手に入るんで新築かなと。なるほど、はい、ご自身の気質にも合ってるし、はい、新築自体がもうお好きってことですね。そうですね、はい、なるほどね、はい、分かりました。でも今日本当にありがとうございました、はい、いや今日ありがとうございました。じゃあちょっと飲み会行きましょう、みんな行くんかい、分かりました。じゃあこの後ね、この後お店終わってからまた行きましょう、はい、ユーモア満点、料理も絶品な勝山さん、そりゃ多くの常連さんがいて当たり前ですよね。勝山さん、ありがとうございました。さあ、ということでですね、今日1日終了しまして、勝山さんとこう一緒に1日、勝山さんの、まあ、1日のルーティンを体験させていただいて、新築の方々の優しさはもちろんだし、勝山さん自身がすごい台湾を愛していて、でこの台湾 この新築にもうルージンスイスしてるのをすごく本当にあの肌で実感できました。でね、皆さん新築メイスサーモって言うじゃないですか。今日食べたやつ全部美味しかったけどね、シュートーフもそうだし、ちまきもそうだし、あともうこの勝山さんのところ、ここもうマジで、もし新築で日本料理屋さん絶対食べたいってなったら、もう絶対ここ来てください。本当に日本の味そのままなんで、本当におすすめです。ちょっと待ってくださいね、ケビお前何食っとんねん感想言っとんじゃない、本当に、はい、皆さんもですね、新築に来たら絶対こちらに来て、そしてですね、前僕がいた茅山湿地ですとかね、あとあの風力発電の、ほら風でこうやって風力発電ですとか、ぜひ見に行ってみてください。ということで皆様、また次回お会いしましょう。またね、バイバーイ。看完节目还喜欢吗？喜欢的朋友们，如果有话要对我说，也在请在留言哦。